サンファン・バウティスタ号。サンファン・バウティスタ号は、仙台藩初代藩主、伊達政宗が、江戸時代初頭に、同藩道の区国領内で建造した、ガレオン船。仙台領内に滞在していた、スペイン人提督セバスティアン・ビスカイの協力させて、建造した約500トン級の西洋型軍船である。船名は、船霊者、聖ヨハネの井で、元は、 ガテマルと呼ばれていたとの説もある。ハセクラツながら慶長圏王施設は、仙台とローマとの往復の内太平洋横断において、同線を使用した。日本でのガレオンブネは1607年に徳川家康の命を受けたウィリアム・アダムスにより3、ブエナ・ベン・クーラー120トンが建造されていた。これは、フィリピン総督、ドン・ロドリゴの一個が、 マニラからアカプルコへ向けての航行中に遭遇した台風により船が破損したため、アカプルコへ到達できる西洋船が必要だった際に利用された。サンブエナ・ベントゥーラには田中翔介ら日本人22人が同乗し、アメリカ大陸へ渡った初めての日本人となった。帰国したドンドドリゴは、セバスティアン・ビスカイノを返礼の大使として本へ派遣。ビスカイノは、近銀島探検のため、 イエアスの許可を得て、日本沿岸の測量を行うこととなった。ビスカイノは、測量を応援帰国する最中に乗船していた、サンフランシスコ法が大破したため、新鮮の建造費の用立てを幕府に申し入れたが、外交政策の変更もあって断られていた。慶長19年、1614年、徳川家康の許可、すなわち、外交権を得た、宗が、仙台藩 ハセクラ・ツを外交施設に任命し、ハセクラ一行がスペインとの貿易交渉のため、太平洋を横断する計画を立てた。また、欧州沿岸の測量前に、ダテマサムネに越見していた、ビスカイの一行もこれに同情することとなった。この計画のために建造されたのが、サンファン・バウティスタ号である、サンブエナ・ベントゥーラと同じく、スペイン・フーガレオン線。 南蛮線の様式をとっているが、排水量は500トンとより大型化している。伊達正宗が施設を送った目的として、スペインとの軍事同盟、さらにはそれを利用しての倒幕があったとの説もある。伊達正しい甘字ア記録によれば、正宗戦の建造に関して、将軍秀忠付の選手と向井忠勝から、 大内ちや抗議大工が派遣されており、正宗君くん記録印象記では忠勝から家人に、日本商品に三百0こりが託され、公開安全を祈る書状及び、祈祷札が届けられており、また将軍秀でただが、正宗船の両船として建造させた船が、江戸湾港で座礁した事実、さらに秀忠ただから正宗に、主事の土産が送られ先導添えられたなどの事実を見れば、正宗の剣王船は、 幕府の知るところであったとする意見もある。伊け政宗は、この慶長権王施設において、その精神には、ビスカイの提督ではなく、政宗と親しいフランシスコ会の宣教師、ルイス・ソテロを任命した。ルイス・ソテロ、ハセクラ・ツネナが、ビスカイの提督らを乗せた、サンファン、バウティスタ号は、日本初の対ヨーロッパ外交交渉を行うたびに、 ハセクラらが目指したのは、スペイン帝国の中枢をなす、スペイン王国のフェリペプ世、ポルトガル王権人である。当時スペインは、フェリペプ世の父、フェリペ二世の時代に最盛期を終えた段階にあっか、依然として、スペイン帝国は、世界最大の植民地帝国であった。ハセクラ常ねがとルイス・ソテロは、スペインの首都、マドリードの王宮で、フェリペプ世と越見した。 しかし、この時期に、日本国内では、徳川栄康が、キリスト教徒の大弾圧を行っていた。この情報が、スペイン側に伝わり、ハセクラ一行は窮地に立たされる。ハセクラ一行は、劣勢を挽回するために、ローマの教皇との越見を計画した。ハセクラ一行は、ローマで名誉ある、ローマ入試式を行うなどの大歓迎を受けた。ハセクラは、 ローマ市民権を与えられ、さらに貴族に除された。ハセクララは、ローマ教皇、パウロ・モセイと謁見し、教皇にスペインとの外交交渉の助力を頼んだ。ローマ教皇の指示を得た、ハセクラ一行は再びスペインのマドリードを訪れ、フェリップ3世と外交交渉を行った。しかし、結果的にこの外交交渉は、失敗に終わった。マサムネの命により、 慶長18年、1613年に建造された。建造地は、仙台藩、道の区国物運群水品、三陸海岸の小月湾で、現在の宮城県石巻市小月町水品にあたる。浸水偽装後、海上 50km を月浦へ開港されて、最終的な偽装が施された。復元船の重量は387トン、復元費用は、 約1613年10月28日、慶長18年9月15日に当時のビスパンイコールシンイスパニアと呼ばれていたメキシコのアカプル港を目指して仙台藩、道の区国押賀郡軍、月浦、月の浦、現、宮城県石巻市月浦から出港した。これを記念して月の浦港には海軍元帥。 東郷平八郎の石碑などが現存する。上院180名、将軍家の侍10名、仙台の侍12名、日本人商人、水夫、家来120名、イスパニア人、ポルトガル人40名。ルイス・ソテロとセバスティアン・ビスカイの便乗後会には、アンドレスル・ウルダネータが1565年に開拓し、 マニラ・ガレオンが用いていたウルダネータの航路を使用した。操船はサンフランシスコ法上組員の船長ベニトデパラシオ、水崎案内人、ロレンソ・パスケスラのイスパニア人航海士やスイフが行い、日本人スイフ等はその下働きで操船術を体験した。船は北太平洋海流に乗って投進し、12月26日に北アメリカのメンドシの岬、 北緯40度26分サンフランシスコの北方 300km を視認し、ここからカリフォルニア海流に乗って南下し、1614年1月25日、慶長18年12月16日、3ヶ月の航海でアカプルコに到着した。当時はパナマ運河がないため、ハセクラとソテロは陸路でメキシコ市を経由して、 大西洋側に移動して別船にてヨーロッへ向かった。1年3ヶ月の停泊後、1615年4月28日、慶長20年4月1日、スペイン国王施設ディエゴデ・サンタカ・タリーナ神父。船は、マニラ・ガレオンが用いていた北赤道海流に乗って、フィリピン東方を達し、 ここから黒潮に乗って北上し六6 1 5年8月15日、慶長20年うるう6月21日3ヶ月半の航海で浦賀に到着した。1616 16年9月30日、元那2年6月20日、ルイス・ソテロの要求で再びアカプルコを目指して浦賀を出港、船長、横沢正元。スペイン国王施設リエゴデ・サンタ・カタリーナ・シンプラ。 スペイン人10人、向か証言派遣の先導ら日本人200人が同乗。その航海中に悪天候たで先導を含む約100名の水夫が亡くなった。1617年2月23日、原在3年1月18日にカリフォルニアのロスモリネスに到着した。その後、アカプルコへ航行した。ソテイロとハセクラは日本へ帰るために、 メキシコで再開し1618年4月2日、現在4年3月7日に、横沢証言式の下で、アカプルコを出港し、1618年8月10日、現在4年6月20日にルソン、今のフィリピンマニラに到着したが、オランダ軍への防衛を固めていたイスパニアへ売却を余儀なくされた。 その後の詳細は不明であり、イスパニア戦艦として、ミンダナオ島方面へ向かったなど、複数の説がある。2018年には、アメリカの奴隷史研究を行う、プロジェクト1619に参加している、歴史家の調査によ、奴隷貿易に関わっていたという説が提唱された。長谷倉伊賀施設団は、1 2年のマニラ滞在後、別の船で、1620年8月下旬、 長崎へ到着。1620年9月20日、玄奈6年8月24日、丸7年ぶりに仙台へ帰国した。長谷倉が帰還すると、玄奈元年、1615年の豊臣家の滅亡、長谷倉法王計画の幕府側の窓口だった、徳川家康の死、玄奈2年1616 16年、慶長18年、1614年の禁止令を、端緒に、 大々的キリスト教、キリタン、キリシタン弾圧が始まるなど日本は大々的に変化しており、日本は鎖国社会に向かっていた。これらの迫害により、進められていたノビスパンルソン、欧州諸国との貿易協定も調印されなかった。長谷倉常長は帰国の2年後に病死した。その建前上の墓は、宮城県仙台市の巧明寺にある。 長谷くらの息子の家来がキリシタンであり、それが原因となって、長谷く家は一時お家断絶の浮き目を見ている。この事実から、長谷くらは、キリスト教の信仰を生涯守り続けた、と言われている。後海と法王の記録は、後海日誌を筆頭にすべて帰国前に廃棄されており、日本側に、長谷くら施設団と三ファン。 バウピスタ号の公開に関する公的記録文書は残らなかった。バチカンの教皇庁宝物館には、伊達政宗が欧州王の名で送った新書が今も保管されている。この伊達政宗新書や、長瀬倉常長が、ローマ、イスパニア、フィリピンなどから持ち帰った品々などが、仙台市博物館に保管、展示されており、それらの継承権を施設資料は、 歴史資料として日本で初めて国宝に指定された。月浦港には昔から様々な記念碑が設置されてきた。1987年、昭和62年、道港の上の山腹を通って、押シ半島を縦断する県道石巻、鮎川線沿いの月浦、月の浦バス停付近に、常長像が設置された。また、出版の地の記念碑、少し離れて、 展望台も設置された。インテリ知事として知られた、本間俊太郎が、宮城県知事に就任すると、サンファン、バウティスタ号の復元計画が持ち上がり、正確な設計図は残っていなかったが、寸法図はあったために復元されることになった。百九十二年、平成四年四月十七日に、慶長県王施設戦参、ファン、バウティスタ号建造機公式を取り行って、 宮城県石巻市中瀬、旧北上川の中杉ぎる造船所、跡地は石の森一万角館で建造を開始し、出版380周年にあたる1993年、平成5年5月22日に浸水式を行った。同年10月9日から11月7日まで、慶長県王施設船完成記念、三半バウティスタ号フェスティバルを開催し、 石巻新漁港に仮経流され一般公開された後、1996年、平成8年8月10日に石巻市渡野葉にある第三種漁港、渡野葉漁港に開館したテーマパーク、宮城県喜び施設線、ミュージアム、愛称、サンファン館に経流展示されている。2011年、平成23年3月11日、 東北地方太平洋沖地震、東日本大震災に伴う津波が何度も、綿の葉漁港に押し寄せ、復元船の周囲を囲むように立つドック胸を飲み込み、建物を破壊して展示物の多くが流出する被害を受けた。この時復元船は津波を乗り越えたため外反の一部破損で済んだが、同年4月27日深夜から翌28日早朝にかけての暴風により、 三本あるマストのうち前方にあるフォアマスト、高さ約28メートルが根元から折れ、真ん中にあるメインマスト、同32メートルが上部1、3ほどから折れた。宮城県は2011年度補正予算でドック胸の復旧費に3億5800万円、復元線の修復費に2億1200万円を計上しており、2012年、 平成24年度中の工事終了を目指すとしていた。復元船の修復にあたり、フォアマスト用の米末4本、約10から15メートル及びメインマスト用の杉1本、約14メートルが、カナダブリティッシュコロンビア州の製材会社、ウェスタンフォレストプロダクツ社から寄贈されることになった。1611年12月2日、慶長16年10月28日に発生した。 慶長三陸地震、津波から2年後の1613年に、月の裏から、サンファン、バウティスタ号が出版し、1615年に、スペイン国王やローマ教皇に越見したとから、その400年後にあたる2011年、平成23年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災に伴う津波により被災した、サンファイ館及び、サンファン、 バウティスタ号また船を復旧、修復し、2013年、平成25年から2015年、平成27年まで、東日本大震災復興、慶長施設400年記念事業が実施されている。サンファン、バウティスタ号や、施設の修復は2013年に完了し、サンファン館は2013年11月、震災以来2年8ヶ月ぶりに、再オープンした。 2016年の調査では、東日本大震災の津波により、船体が歪んでいることや、主要な部材やマストの腐食が進行しているため寿命は5年ほどと、され、2017年3月から乗船を禁止している。今後はオリンピックが開催される2020年まで、現状を維持し、その後に解体するプランが有力視されている。 復興途上である宮城県では新造船の予算を確保するのは難しく、クラウドファンディングなども検討している。また修理しようにも船大工の高齢化で国内での修理は不可能とされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。